調節にするって感じ。こんばんは。かんすけさんばありがとう。こんばんは。やっほー、ひでたろうさんハートありがとうね。珍しいでしょ、今日はね、お仕事があってですね。アイスレモンさん、コンペイトありがとう。終わって帰ってきて暇やなーって感じなので。イケピさん、コンペイト、フラペチーノさん、なあこれ、なあこれ、歯車ありがとう。歯車なんて言ったらいいの。やっほー、珍しい時間帯ですが配信してみましたよって感じですよ。そう、今日聞いてほしいことがあるんですね。はい、聞いてください。お、本当ですか。今日早いんですよ。ちょ、ごめんね、ちょ、 LINE に返信しちゃった、この場で。かー、そう、今日はね、そう、あのお仕事したんです。お仕事、3月、そう、もう3月になったんですよ、今日で。お仕事したんですよ、聞いてください。でね、そう、おひなさんいらっしゃったんよね。それで、あ、いるって思って、ニヤ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 しながらちょっと様子を伺ってるよみたいな感じのことをずっとしてたんですけど、よいしょ、こんばんは、こんばんは、そう、様子を伺っちゃうよみたいなことをずっとしててね。インフルエンザ大丈夫ですか。もう寝てください。それは、そう、お仕事&お仕事をしてきたんですけど、おひなさんがいらしてですね、もう本当にもうね、可愛くて、可愛すぎるって思ってたんですけど、なんか鏡があって、楽屋に鏡が置いてあって、鏡をおひなさんが見てらして、その鏡越しになんか目が合っちゃったんですね。おひなさんと目が合った瞬間、え、可愛すぎるって思って、なんか普通に本当に打たれたの。わかるかな、打たれたのよ。そう、珍しい時間でしょ。やっほー。なんか前もあるんですよ、なんか鏡越しに目があって、なんか私の顔が赤すぎて、顔真っ赤じゃんって言われたことがあって、なんかちょっとデジャビューって感じだったんですけど、そう、嬉しかった、嬉しかった、可愛かった。で、もう再起不能みたいな、2分間ぐらいなんかもう真っ赤っか人間みたいなのが爆誕してしまって、そう、一応豆の宣伝ポストしといた。本当？ありがとう、ありがとう。そう、なんかちょ、気まずいか、 やめた方がいいかな、こういうこと。いや、なんか別にそういう悪口みたいな感じではないんですけど、なんかみんなのさ、応援コミュニティとかってあるじゃないですか。応援コミュニティで、応援コミュニティの方がなんかメール取りませんかとか、今日は公演出ますよとかをこうポストしてくださるじゃないですか。なんか北沢の応援コミュニティは動いてないんですよ。だからちょっと気まずくて、なので自分でポストするタイプの人間です。ひらさん、コンペイトありがとう。ちょっと気まずいんですよね、ほんまに気まずくて。そう、やられました、恋しちゃった。いや、本当にずっと恋してるんですけど、なんかさ、好きは好きでも種類がやっぱ違うじゃん、人によって。でも、おひなさんを表すのはもう本当に恋って感じ。おひなさんのことをどういう好きなのって聞かれたら、恋してるよって感じ。なんか恋一番正しき表現って感じ。じゃ、推し変とかじゃ、その人によってこう違うじゃないですか、あれが、向きが。もうデラタピさん、手紙と結婚してありがとう。結婚はちょっと契約違反なのでできかねます、申し訳ございません。あ、あったよ、そういえばパセリさんにもらったやつ、どこだっけ。あー、落ちちゃった、取れません。もう劇場で、ね、一言目が大に赤くなっています。あ、それはもう恋じゃないんじゃないですか。僕たちの恋の予感公演しちゃいますかって感じで。そう、真っ赤なゆいりんごさんではなく、真っ赤ないちごって感じでした。こんばんは、やっほー。ほんまに可愛すぎて、もう、いや、そう、ちょっと気まずいんですよ。だからなんか言ってはいけないことなのかなって思ってたりはしたんですけど、やっぱちょっといつかは言わないといけないのかなみたいな。ちょっと気まずくて、なんか本当に。いや、でもまずそのね、設立してくださってること自体がね、本当にありがとうございますって感じなんですけど、本当にありがたい、それに関してはありがとうございます。そう、なんか一回動いてたんですよ、誕生日の時に動いてて、あ、ありがとうございますって思って、本当にありがとうございますって思ったんですけど、それ以降はまあ動きが見られなくて気まずいみたいな。嬉しかったんですけど、え、ウェンクインティーだーって、ちょっと気まずいよ、こんばんは。行かないよ、お家に。
行っていいよって言ってくれるたらね、その本人がね、こんばんは、くまさんコンペでありがとう、そうおひなさんのこと大好き、もう本当に、え、しかもマントマントマント、はい、しかもなんかあの帰られる時もお疲れ様ですみたいな、お疲れ様ですみたいなあるじゃん、みんなにお疲れ様ですだけど、私だけ目が合いながら手を振ってくれましたから、おひなさん疲れっつって、これはもうまあ恋ですかね。てか今日のリップのさ、この色がめっちゃ好きなんで、この色今日使いたかったんだけどね、持ってくの忘れちゃって、なのでお家に帰ってから塗った、これが良かった、まあいいよ、一人一投稿メール宣伝したら拡散力、確かに、このままくまさんハートありがとう、仕事終わりたお疲れブブー、やろうと思ったら落ちちゃってちょっと無理かも、イッチーさんハート、くまさんコンペート、翔さん結婚してありがとう、契約違反なんでブブーです、くまさん誰も、ゆきひらさんコンペートありがとう、こんばんは、くまさん誰もありがとう、自分で立ち上げる、そう自分で立ち上げようかな、もう配信で昼寝、そんなところも可愛くて大好き、やっほー、お疲れって言って、ちぐちゃんお疲れ、いや言わんやろ、お疲れ様ですって、でも本当に推しだけもう目があって手を振ってくれましたので、もうこれはもうちょっとさすがに濃いかなみたいな、ほんまに好き、もう好きすぎて、ちょっと事件で、幸せなことを発表するとさ、あさってもさオンラインお話し会があるけ会えるんですよ、嬉しい、でも今日はねなんかもう一言も喋れなかった、その仲介役がいなくなってしまったので、清水梨紗子さんっていう、ひーちゃんもおらんくて、その時話しかけられなかったけど、ずっとこうやってそこにおるとするやんみたいな、ずっとやってましたやっ、ねチュール、ちゃうチュール、痛い子ムーブしてますか、私してないですよ、それは痛い子なんのかもしれない本当に3月3日、あよろしく、3月3日ってでも明日ってちょっと明後日だから早いよね、サオさん大盛りとハートありがとう、こんばんこんばん、ご飯食べられたら、いやそんなことできないですよ、今日は可愛いね、ありがとう、そう正式名称やっと理解した、だから何が正式名称かわからんかったん、ずっとんって、でもやっと理解した、おこ、こんばんこんばんは、あついな、あついさんコンペートありがとう、ほんまに、あ可愛かったな、こんばんは、誰かに聞いたの、いやそれは秘密ですよっていうのは嘘で、ノアミョンなんだけどこんばんは、ノアミョンと話してて、あ、子さんって読むのねって話をしたんですよ、スマホ落としてるけど、危ない、やっほーこんばんは、原宿では結構話しかけてたのに、前田さんには無理、そりゃそうだよ、なんか私は本当にガチで好きすぎると話しかけられないし、なんかそのキャーみたいなハグとかできないタイプなんですよ、なんて言ったらいい、だから私はクルさんとかもなんか普通にこんなすぐなんか抱きついたりとかできないから、だからそう、その間になんかひーちゃんとかが抱きつきまくって本当に無理みたいなところになるんですよいつも、その知らん人とかやったらさ、なんかもう知らん人やき生きる、で別にそのなんかキャーみたいなないじゃん、ジャートピさんこれハグるのみたいな、ありがとう、娘さんください、いや無理ですね、本当に無理です、空気保存する、いや保存しようかな、普通に岡田奈々さんとお会いすることが可能な時代が到来したらもう全部持って帰る、シュッと、やっほー、真正面の席と隣の席、いやどっちも普通に無理かも、やっぱ遠くから眺めるしかないんですよ本当に好きな人、こんばんは、でキネさんコンベットありがとう、やっほーやっほー、ほんまに可愛かったな、もう大好き、あー本当に可愛かったな、ちょっとそう今日はねお家帰ってきて暇だったのでメールを送って X もねちょっとやって更新したりとかもして、そう今日のねバズレ投稿はね今日3月1日だから卒業式のこととかを載せようかなと思って、1年前の今日高校卒業したんや自分って思って、もう1年も経ったんかって感じだけど、でも短かったかも1年は、どこまで読んだかな、あれ分かんなくなっちゃったよ、ルーさんコンペートありがとう、ナーミョン、そうなの大丈夫、普通になんか気まぜっとかも、それは気まぜっと、
キャゼット。ルースさんハートありがとう。こんばんこんばんは。やっほー。クルさんとイチャイチャで自分が怒ると聞いちゃう。え、そうだ、今日もなんかずっとイチャイチャしてもうほんまに無理かもみたいな、ほんまに無理かもって感じです。いいよ別に、もういいよクルさん。もうでもクルさんは浮気症だってもう分かったから、もう分かりました、分かりました。クルさんなんかもうクルさんはでも毎日はちょっとすぐ、まあ、ほぼ毎日一緒にレッスンしとったりとか、やっぱ距離がさ近いじゃん、その他の先輩とか全然会わんけ普段は。でもクルさんとかにいてムキさんはよく会うから、なんかそう距離感がまた変わった。ノブさんコンペートありがとう。え、叶うね。でも今日は高校の話、そう叶う時話してたんだよね、高校の時の写真見せ合って。どうなったの？やばい、気まず、気まずいですね。確かに、でももう答えるしかないもんね。実は失恋しました、失恋うんって感じで。こんばんは、つんさん。そう、え、今日つんさんの写真もいっぱい撮ってきました。私がつんさんね、私に写真撮ってっていうの、可愛いでしょ。だから撮って、え、いいですよって言ってよく撮るんですよ。 D、 私は D 字じゃないし、 Z 全員大好き人間感じなので、ちょっと また変わってるよね。福さんお疲れ、ありがとう。お疲れ。隠し撮りしてない。え、でも今日ひーちゃんとくるさんがイチャついてるの隠し撮りして、もうほんまに無理って言ってた。ありがとう。こんばんは。クルさんのか、クルさんのことは隠し撮りしないよ。クルさんはひーちゃんとのイチャついてる時だけ私は隠し撮りするって決めてる。本当に好きだから、クルさんとかは本当に好きだから、やっぱりなんか話しかけられない。わかる、この気持ちが。もう失礼ありがとうが似合いすぎだとやばい。失礼ありがとう、つつつつつつ、もう忘れちゃった。こんばんは。その、明日ライブ行くの？イコラブさんの。いいな、しかもアリーナはやばい、激アツ展開。ムキムキさん結婚してありがとう、契約違反なのでいません。そうで、してるよ、浮気現場。そう、浮気現場っていうか、もういいです、クルさん。もう本当にクルさん、もうクルさん、クルさん、クルさん、いやどれだけ嫌かと言って、いやって感じ。恋やん、恋ですか？恋してる？クルさんに？それはでもクルさんはもうなんかもう恋してたけど、クルさんは今日寒いね、今日寒い。私の今の部屋の温度 16.9 度、謎な気温、渋滞中です。クーケーティッシュ、しんいちさんハートありがとう。そう、間に入らない、なんかほんまに好きすぎるから間に入れないっていうか、間に入れないっていうか、クルさんにその近づけないんですよ、本当に好きだから。わかる、この気持ちが。もう早口コメント、いやー、私も早口コメントしちゃいますから。こんばんは。クルさんこの配信見てないよ、クルさん私ね興味ないから見てないよ。頑張って、頑張るよ。フォローありがとう、 Thank you。 サンキュー、 SS リーディングの幸せの内容にチューみたいに書いてあるの。え、思った、謎のさ分け方されてたよね。私もそれ思ったけど別に関係ないっぽい。え、ね、あれのさ投稿が見たくてさ、どれだっけ、15度じゃないよ。明日バスツアーに参加する。そうなの、何のやつ。前髪伸びた、いやそう今日前髪がおかしすぎてさ、メイクさんに「え、前髪がおかしいでしょ」ってずっとね言ってたの。どれだっけな。そう、それ告知系もねリポストしていきたいんですけど、引用とかしてね、ちょっとパニックなんですけど。え、待って、もうリア中にブログが回ってきている。なんだって。やっほー、こんばんは。あちも、あー、あのニキテイさんのやつ。ニキニキさんこのネタありがとう。こんばんは。汗かいた人の好みで分けたのかな。でも普通に名前順だよあれ、多分普通に名前順です。クルさんはイケメンだから仕方ないね。もういいです、クルさんは。もうクルさんのことは好きだったのに、クルさんは一緒に
一緒にいちご狩り行ってくれるって言ったのに行ってくれないし。いやでもレッスンさんが入っちゃったよね、一緒に行こうとした日。お疲れさん、お疲れさん。おかしくないよ、おかしいんですよ普通に。ブログさんもねちょっと来ちゃって、リプ編来てない本当。なんかさ、なんか自分の投稿の引用、あのんリプ引用、引用のところを押すじゃないですか。でそれで表示された分は返したんですよ全部。だけどなんか表示されてない分がなんかあるんですよ。あれどうやって見たらいいんですか。ちょっと誰か教えてください。なんかさ、アカウント X のアカウントによって表示されたりされなかったりするじゃん。あれは何が違うの本当に。だからさ、そうなんか返してなかったら申し訳ないから教えてほしい。こんばんは。その投稿を、わかった、その投稿を教えて。なちゃんこさん、はぐらんありがとう。やっぱりおきさんに似てる。もういつも言われる。嬉しいけどね。おきさんです、嘘です。ひろさんコメントありがとう、ありがとうございます。コメントありがとう、そうです、ハートありがとう。クルさんのことあんなに好きだったのに。いちごのシーズン終わる。そうだよ、やっほー。舞台連れて、かハート幕張に連れ出す。お、幕張に連れ出してください。幕張に連れ出そう。え、誰か分かるよ。あのさ、あのさ、富士急の投稿かな、なんか引用してくださって、そう、あ、この人じゃんと思いましたよ。こんばんは。カナ曰くリエチ以外の3期生はおかしい。何が、私もおかしいってこと。やっほー。通知から遡る。通知がさ、お、ありえんぐらい昔やねん。15日のやっとけさ、なんとかですって言いながら例入るか。もうどういうこと。似てる芸能人さん気まずい。それでなんか本人は似てると思ってるけど実は似てなくて気まずいみたいなパターンとか。気まずい。こんばんは、こんばんは。やっほー、うん、お疲れ、やっほー。でもクルさんの本命はアジュミンさんだから、ジュミジュミさんが実は本命っていうのが私のもう最近の定説。おかしい人を争うレベル、え、私ですか、あ、おかしいんですか。私結構まともな方なんですけど、ね、おかしい。山猫坊主さん可愛い、ありがとう、 Thank you。 私そんなおかしいですか。おかしい軸なくて、え、てか聞いて、あのさ、いちごコロッケ、いちごコロッケのさ、なんかさ、くじみたいなのやってるじゃないですか。あれさ、え、やりたいって思ったんだけどさ、なんかさ、送料がちょっとお高くて私には手が出せなかったです。劇場で合ってる、それはある。あなた帰るの忘れてた、やばい、気まずい。やっほー。そう、あと今日しみそらさんともねいっぱい話して、え、一緒にね遊んだんだ。あの、遊んだって言ったら別にその出かけたとかじゃないんですけど、遊んだっていうか、はじめまして。嘘、クルさんとあずみんさん、いや、クルさんとあずみんさんが実はできてるんですよこれ。実はひーちゃんも浮気相手、そう、実は浮気相手。シャドバンになってると出ないことある。え、シャドバンになって、じゃあシャドバンされてるの大丈夫、何をしたのシャドバンされちゃうの。あっちーさんコンピューターありがとう。僧侶いくら、え、僧侶なんか千なんてね、全国一律1150円だよ。うん、1150円、高いかもって思って引いたの。オッケー。なんかでも、なんだっけ、ヤフーのリアルタイム検索だと出たりするんで、そのアカウントとかシャドーバンされてたり。あれ、アジュクルはできてます。ジュミジュミとキュルキュルさんはできてます。ジュミジュミキュルキュルできてます。リコちゃんはね、そうなの。やっぱさ、私リコチさんとさ、やっぱちょっともう会っちゃうかもしれない、気がね。うふん、生々しい。1150円でタカですから。北沢いちごは誰とできてるの。北沢いちごはね、みんな全員、この世の人類全員とできてるね、みんな。ピースはとっとすごい。やっほー、どういうこと。はんよ、こんばんは。おー、犬、こんばんは。ジュルジュル違う、ジュミさん、
私はジュミさん、あずみさんのことジュミさんって呼んでるの。クルさん、クルさんはキルさんで、ツンツンツンさんはツンさんで、ナーピさんはピピピさん。どんどん変えてく。クルクルさん嫌です、もう嫌です、クルさんは。こんなに好きなのに、クルさんのこと好きなのに。こんばんは、こんばんは。なんかしようとしたんだよね、忘れた、なんだっけ。原型ないよ、ピピピさんだよ。あ、そうなの、ピピピさんって呼んでるよ。ピピピさんとジュミさんとキュルさんとツンさん、リエチさん結婚してありがとう、規約違反なので、ごめんなさい。人類全員と結婚できるなら奈々さんとも、あ、もうもちろんしてます。嘘です、本当にごめんなさい、怒られてください。クレさんより、いや、その誰より誰とかないんですよ。なんかその本当にいつもコメントで、え、なんか誰々の推しはやめたのとか、誰々より誰々のことが好きなんだねみたいなコメントされると、いや違うから、その人に対するラブはまたさ変わってくるじゃんって思いました。みんな、じゃあみんな全人類同じ感情で動いてるんですか。単純な感情で動いている。ちょっと欅坂さんが入っちゃいました、ごめんなさい。世界には愛しかない、腹筋どういうこと、こじらせてる、そう、こじらせ系。覚えてくれてびっくりされたか、びっくりされたの、なんでなんでびっくりされたの、なんか紙になんか芋けんぴとかついてたんじゃない、そんなことないか。こんばんは、言い方増えるとややこしい。でも、え、わかるくない、あずみさんはずみがじゅみになってじゅみさんじゃん、くるさんはキュルさんじゃん、だってナーピさんピピピって言ってほしい、ピピピさん、リョウツンさんもツンさんだから、そんなに変わらないよ、いけるいける。表情の生活慣れた、でもちくわぶがないのが本当に許せないなと思ってますよ、おでん、やっほー。そう、全員一番好き、そう、それじゃダメなのって思う。もう本当にみんな分かってない、もう本当に分かってない、なんかこの髪がめっちゃ絡まってて、ちょっとやめてねみたいな。恋と愛、いや恋でも本当に私が恋してるのはもうひなさん。その今日も本当に死んじゃうかと思った、もうなんかフラッシュバックしてくるんだよね、あの光景が。もうちょっと好きかもね、ハンギョドン、うん、ハンギョドンね、ハンギョドン、あ、そうだ、ハンギョドンで思い出した、ちょっと待って、みんな動かないで待ってて、よいしょ、ただいま、早いよね、ちょっとリュックに入れてたの、あったあった、いやー。単純な感情で動いている。最初に秘密を持ったのは、卒業しないよ、普通に卒業とかないから、私一回好きになった人のこと嫌いにならないから。リュッチ推しの、なんかリュッチ、そう、私リエチとも仲良しなんだよ、知ってた、知らないか。こんばんは、確かにね、どうなんだろうね、やっほー。愛媛のお見送りで同い年って言ったの覚えてたとか、すごい、それは記憶力人間かも、記憶力人間、ハンギョドン、ハンギョドンじゃなくて、そう、あのね、今日ね、これなんだっけ、シナモンか、シナモンの当たりくじがあって、引いたんですよ。引いたらね、3等かな、わかんないの、グラスをが当たりました。なんかだから、なんかね、1等がなんかチーズフォンデュの機械みたいな、なんか違うかな、で2等がトートバッグみたいなので、3等がグラスで、4等がポーチで、5等がなんかわかんないクリアファイルみたいな感じだったんだよ。そう、結構ね、3等って良くないですか、かわいい、見て、あ、分かりづら、気まず、かわいい、使います、嬉しい、やっほー。いや、ピピピさん最近めっちゃさ可愛くなってると思わん、元も可愛いんですけど、もちろんピピピピさん超可愛い、最近もさらに可愛いが増してて素晴らしいですね。フラッシュバックしてくるの、これも声ですよね、さすがに僕たちの声の予感って感じ。
ね、ほんまにさ、ほんまにフラッシュバックしちゃう、恥ずかしいかも。結構可愛かったなこの前のちくわぶはね、親に送ってもらったんよ。恋してるのは自分、誰かと。こんばんは、リセキ。いや、そんな身長高すぎるんよ。おかえりただいま。マクさんハートありがとうそうだよ、北沢は別にそんな複数推しでもいいけど、なんか2番目の女でもいいけど2番目の女でもいいけど1番目の女だったら嬉しいよねっていう感じ。こんばんは。え、今日のさ、この服のさ色とさ似てない？アンギョさん、そんなことないか。そう、仲良しさんなんだよ。リエチーズと、リエチと早くちくわぶ食べようねって。そう、リエチとちくわぶパーティーの約束したんだった。今度のお休みがあったらしようって言ってるの。今日早い。そう、今日はね早くしてみた。シナモンのシナモン、気まずい。このりょうつんさんの配信に顔す、え、でもさっきりょうつんさんの配信一瞬見たよ今日はりょうつんさんのカメラマンしたから私りょうつんさんのオフショットカメラマンになった。でも私よくりょうつんさんのオフショットカメラマンしてるの可愛いりょうさんいっぱい撮っときましたから任せてくださいよ。今日は早い。そう、え、今日ちょっとメールでも送ったんだけどね、お家帰ってきて、うん、暇やなと思って。あ、いつもだったら清水梨紗子がいるんです、いないんですもうって感じで。ゆうちさんファイトありがとう。こんばんは。こんばんは。ポムさんないよ。きりみちゃんが戦力が、え、そうなの、どういうこと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 なの、そう、何があったの、どういう意味、そう、なんか お腹くなりとか、どういうことどういうこと、どういうこと、やっほー、え、落としたらやばいよねこんばんは。こんばんは。つんにかわいい。ピピピさん、ピピピさん、ひよちゃんね、ピピピさん、ピピピさんかわいいよね。なんか優しい。なんかさ、カンプリ広島大手町店さんがさ、いつもいいねしてくださるんですよ。なんか優しいですね赤すぎなければ押してた、やばい。でも確かに、でもまだ中学生だもんね、来年も。やばいですね。こんばんは。北沢が一番に決まっとるやん。本当ですか。一番も何人いるんですか。今日新サラさんとね遊んだんだよね、一緒に。いや、遊んだって、あの出かけたとかでなく遊んだ。ちくわぶ人気ある。いや、あるのよ。リエチと北沢と、北沢って言っちゃった、リエチと自分とゆいなの界隈ではもうちくわぶが激アツです。こんばんは。はーい、ギョドン一押しですよ。本当ですか。みゆぽんも、いや、そうね、わしもね、サンリオだとねハンギョドンのこと好きだけど、みゆぽんがハンギョドンもっと大好きだから、なんかちょっと気まずいんだよね。しかも私がハンギョドンを好きな理由は岡田奈々さんが好きだから、それだけこんばんは。でもね、そういうのあると影響されて好きになっちゃうね。可愛いでしょ。同じ色ではないよ、さすがに。こんばんは。カジヤさんハートありがとう。推しがいっぱい撮ってきましたから、リオさんの可愛い写真はもう任せてくださいよこんばんは。ハートいっぱいありがとうございます。そう、もう一回配信する。そうだな、どうかな。どうだろう、どうかね。でもなんか、そう、ご飯食べる約束してて、ご飯食べて、わかんない、どうかな。そう、何があったの、サンリオでお出かけ、何その HKT48 のお出かけみたいな、何それ。岐阜さんいいな、どういうこと暇なので配信中です。リア中配信中。昨日結婚して離婚した人、あ、イエイのこと、ゆいなーって感じ。なんかやっぱさ、梨紗子がおらんくなってさ、なんか一人だってなるじゃん、めっちゃ。だからなんかちょっと依存しちゃいそう依存しないようにしなきゃ。こんばんは。こんばんは。もう中学生ね。こんばんは。まだ中学生、いや、どう考えても高校生。あ、もうちょっと嘘全然大人です。でもね、去年卒業したっけ。そう、
しみさらさんにも手を出したのに、しみさらさんはでも友達みたいな感じで話してくれて大好き。しみさらさんのこと本当に好きなんよね。しみさらさん、あの1億人にバズれんのもね、やつのこともね、なんか今日3位以内だったね頑張ってみたいな言ってくれて優しいよね。わざわざチェックしてくれてほんまに大好き。しみさらさん、しみさらさんもう大好き。あ、そうなの？そんな詳しいの？その一人称いちご？え、でも いちごの時はいちごだよ。なんて言ったらいいの？その家族とかと話してるといちごはって言うけど、なんか基本的には私はって感じ。家族と話してたり、もうめっちゃ気が抜けてる時はいちごはとか言っちゃうけどって感じ。あ、そうなの？むず、大阪の方がやられてるの。もうパニック。プレゼント渡した？いや、え、今日さ会えると思ってなかったんよね。だからね、あさってのお話し会の時に渡す。ハンギョドン、ちくわぶ作る。いや、もう作ってる、もう同然って感じ。なんかコーン好きだったら、あ、それはもうコーン食べてくださいって感じ。皆さんの写真を撮れる？え、撮れない。皆さんが写真撮ってるところを眺めてた。今日はかわいいね、かわいいなーって。ほんまにまひなさん大好き。もうなんかもうやばい、ほんとにまひなさんのあの鏡越しにニコってしてくれたのがフラッシュバックして、ほんまに恥ずかしいかも。好きかも。濃いです。ナナさんの写真どういうこと？ヤッホーヤッホー、いちごいちごいちご、おー、いちごいちごパーティー。ポムポムプリンさん派？うん、ポムさんね。専用画像フォルダーたくさん作ってる。こんばんは。手を出すおかしいんですけど、ね、北清水はサラさんでもでき、いやだよ、それはまた別の話でしょ。そんなつもりはないから、いやだ、絶対やだ。200回ホーム、すごっ、おめでとう。祝200回ホーム。北清水はね、解散したとかね、あの公演で言ったんですけど、あれ嘘ですから。普通に全然してません。なんなら毎日 LINE してます普通に。こんばんは。あ、そうだ、写真送ろうと思ったんだ、リスト。ここにサシス清掃さん、ハートありがとう。こんばんは、やっほー。最近は誰を部屋に連れ込んでるの？え、でも最近部屋汚すけど誰も入れなかったんだけど、まあギリ入れるかなみたいな具合になってきて、そう、ゆいながね来た。こんばんは、やっほー。5年前 JC やった。いや、そりゃね、4年前、 3年前、1年前、4年前じゃない？え、わかんない。ヒロさん、コンペイトありがとう。こんばんは。ないです、いちごは可愛い。あ、いちごはって言っちゃうことに関して。マミーさんね、え、そう、マミーさんと一緒にやるイベントのこともね告知したいし、もう告知したいこともいっぱいあって X もたくさん更新したいんですけど、でもさ難しいよね。暇だったらさ、メールも送って X も更新してショールームもやっててできるけどさ、やっぱレッスンさんがいっぱいあったりとかさするからさ、なかなかねこう余裕を持った行動はね普段はできないから、今日は謎に余裕のある日かも。いや、余裕ないないある、ないあるって感じ。配信でも言って。こんばんは、こんばんは、こんばんは、やっぱこんばんはがすごい大量発生。こんばんは、頑張ってください。頑張りちゃ人気面でもある、不思議。やっぱ買うか、北沢くん。北沢くん、え、今日マカロンとビデオ通話したんだよね。マカロンっていうのはうちのワンコね、その食べるマカロンとビデオ通話する、その不思議ちゃんではないんですけど、マカロンとビデオ通話、めっちゃ久しぶりにマカロンと喋ったじゃない、見たね。マカロンに会いに行きたいな、お台場のやつ。マカロン呼ぼうかな、来てくれるかな。桜坂さん行ってくるの？え、そうなんよ、サッチーとね、なんかね、あるよねって、え、行こうよって言ったけどね、ちょっと無理かなみたいな、って感じ。鏡越し、いや違うよ、なんか私が座ってる位置からそのまひなさんが見てる鏡がなんかちょうどいい具合にね、角度が良くてちょっと見えるんです、その見えるんですよ、めっちゃ目が合ってしまって、やばい、もう思い出させないで、これ以上思い出させて、私の脳が破壊されればいいってことなんだ。こんばんは、こんばんは、トマッチさん、ハートありがとう。 Thank you。 やっぱ1個まで入れてくれてありがとう。やっほー。下北沢っていう組み合わせ、下北沢、
下っていう字が使われてる人おらんもんね。あの AKB さんの下尾美優さんとかは下って字あるけど、むずいよね下って。うん、むずいね。ご飯粒さんハートありがとう。3月20日マミーさん、そう、あの幕張のお話し会の日の同じ会場です。しかも入場無料なので皆さんもお越しください。ジュンサラさんで北清水ってことにしとく、まあ、じゃあ2代目ってことで、その初代ではないので全然。でも清水サラさん本当に今日楽しかった嬉しい。こんばんこんばんは。なんかもうね、お仕事行って清水サラさんが行った時の嬉しさがやばい。清水サラさんがいるってなる。マカロンさんの検出はトイプードルですよ。こんばんは。マカロンとオンライン話しかしません。マカロン覚えてた？なんかマカロンね、遠くを見つめてた。ずっとトイプードルですよ。いちごかけるマカロン、確かに確かに。いちごマカロンってこと？え、なんかキワキルキルだね懐に入ってく、懐に入ってってる私でなんか、うーん、でもなんか話したら、なんていうの、一回話したら結構いけるタイプなんですけど、一回話しかけるまでがね難しいんですよ。今までの背中がついてるのしていた半身服に値札がついてる、やばい。あれか、ピンクのジャケットみたいな。こんばんこんばんは。そう、北沢よくね、値段のタグ切らないで服着ちゃうんですよ。この前もね、この前も同じようなことして本当にやばいかった、恥ずかしい。木下さん、あー確かに。こんばん北一な、どうな、何それ清水沙羅さんってこと、北一ってことおかしいやん。トークショーは叫びまくっとく。トークショー叫ぶような場所あるんかね。トークショーが本当にどんなトークをするのかもわかんない。でもそう、無料で、入場無料で幽体離脱と金縛りのもう披露するんですよ私たちが。だからちょっとお楽しみにって感じ。金縛りとは全然違うよ。だからそう、幽体離脱と金縛りの練習を最近してて、レッスンあったんですよこの前。もうなんか頭から抜け落ちてて、なんか記憶が幽体離脱してて、振りの記憶が幽体離脱しててやばかった。もうね、最近結構ね、いろんななんかレッスンが重なってて、みちさんの卒コンもだし、僕隊もだし、お台場のもだし、そう、それこそ幽体離脱もだったりとか、いろいろ、もういろんな曲をやりすぎてもパニックって感じですよ。こんばんは。まあでもそれだけ充実してるってことですからね。峰橋さん、池田さん、清水さん、トリオの中で混ざれたり中。え、でもね、そうユラさんとも話したことあるし、そう、友達になりましょうっつって友達になった覚えはあるんですけどそうハンカチもう値札、いや、そう、何でもそう、値札ケア、いや違うよ、ハンカチはね、りそこがなんかハンカチくれたんだけど、なんか悲しすぎてそれをそのまま利用した。そう、ピンクのジャケットみたいなんですよ。やっ、こんばんはこんばんは。振りが、そう、もう振りが幽体離脱しちゃった、頭から困りましたよ。幽体離脱っていちごコーラス、ええー、して、じゃあ食い込みだよね。でもリサ、そうだよ、だからさ、リサ子とペアの人めっちゃ悲しくない？これ一人でやるんかね。幽体離脱、でも幽体離脱がこうやって披露できる機会をさもらってすごい嬉しいですよね。なかなかね、難しいから、そういう機会をもらうことって。2回目の披露になります。しかも今回無料で見れるので、皆さんもぜひよろしくお願いします。トオルさん、コンペートありがとう。そう、リアルお話し会の間でパフォーマンスなんで、しかも私はお話し会の前にやるんよね。2時間目と3時間目の間だったから、多分そうそう、3、4時間目があれだから、そうやけさ、5、6時間目お話し会の3期はさ、2時間目と3時間目の間に来ないといけんやんちょっとかわいそうだよね。その間で5、6時間目まで睡眠って感じじゃん。睡眠ってか休憩ね。こんばんは、15日僕の太陽公演、東京、そうなの、待ってます、嬉しい。15日の僕太陽公演ね、ジュミさんと一緒に出るやつか、嬉しい。見つけますね、ちゃんと任せてください。こんばんは、キヨシさん、コンペイトとハートありがとう。こんばんは、チンチョウギさん、コンペイトありがとう。ヤッホー、幽体離脱のいちごコール任せといて、話し会に行けなくなるくらいの、それはもうくそ、ほどほどにしてねほどほどで。こんばんは、こんばんは、
いや本当に値札は切ってきましょう。北沢みたいに並んでやっほー。やりますけどね、トークイベントね。確かにさっきの話あれだったねとか話せるからいいね。話題もできていいですね。優待率の酒井さんが監督になりそうですね。なんでそんなこと言うんですか。今からみんなバズるんです。みんなバズって1億人にバズっちゃうんですから。睡眠、まあでもさ、やることないけ睡眠になっちゃうくない。その2時間目と3時間目のトークショーして5、6時間目までなってね、結構遅いじゃん。映像が MS 使えるかもしれない。系列本をしようね。うん、使われないよ多分普通に考えて。え、ね、出たね、みなみさんの。私みなみさんと話したことないんだよね。話したいなでもさ、4月6日なんてすぐじゃない。なんかもう全員話していきたいところではあるんですけどね。なんか難しいよね、やっぱり声かけるのって難しいよね。声かけ運動って感じで。やっほー、 こんばんは。なんだなんだ、忘れ物か。やっほー、チャオー。みちさんの卒コン登録された。お、ほんと、おい、カメコでまた来る。ありがとう、ちゃんと撮ってください。カメラ知らぬ、うん、夢力とかもさ、もうさ全然踊ってないんですよ。もだけやけ振り思い出せないかも。夢力1ヶ月は早いね。早いよ。カックンワイプさん結婚してありがとう。契約違反なのでできません、ごめんなさい。ハートもありがとう。夢力だそうぜ。カックンワイプさんハートありがとう。 Thank you。なんかコミュ力出せる時と出せない時があるんですよね。困りますよね、そういうの。 AI 監督もね気になるよね、どういうことって感じで。あ、そうなんだ、言えんのんか。第一声を決める、写真撮ってくださいしかないですよ。写真撮ってください戦法がね非常にいいですよ。チャット GPT さんが撮って、チャット GPT さんやばいけど、 GPT がやってくれるんかね。夢力のね、はい、せーの、はい、せーの係。え、てかさ、ショールームのさ、次のキャンペーン、ホワイトデーキャンペーンだったね。いちごキャンペーンじゃなかった。こんばんは、こんばんは。動画逆にね、こんばんは、こんばんは。コミュ力出したし、出したじゃん、この前出したんだから。やっほー、そうだよ、投稿ね。でもみんなもう正直ネタ切れの部分はあるよ。だからみんな頑張って投稿してるよ、本当に偉いよ。みんな握手してください、やばい、握手会してください。広島の話し方で優待離脱、こっそり、こっそりじゃない、もう堂々と踊ってたよ。そう、ちょっと練習してみた。そうね、確かに。え、最後なのか。え、全部椅子だって、全部セレモニー見ようかな。ありがとうあれ、こちらこそ。ホワイトで、いや、そうなんよ。なんかイチゴかと思ってたら違った。待ち受けにした。そうなの、タックルさせてください。無理です、やめてください。うちの部屋、いや、キモすぎる。まさきさんハートありがとう。うん、アバターが、アバターが北沢にしてくれてありがとう。 Thank you。 名刺ください。え、てか名刺配りとかマジ懐かしいよね。名刺配りをさ、本当に名刺配りをしてからさ、その街中でティッシュ配ってる人とかもう受け取っちゃうもん。ツーショットチャレンジ、ツーショットチャレンジ。全部全部座ってこうやって見、壁からこうやって見てよ。またおるわって言われるよ、言われるよ。分かったらあれやばい。分かったって言ってね。なんで気まずいの？気まずくないよ。おきさん、おきさんともね、なんかもう本当に一番初期に話したぐらいで、話してないんです。話したいですよね。かなり言えなかったか、特にとか、ある意味、ある意味、いや、して配る系好きよなと思ってる。配っちゃいますよ、配り散らかしますよ、名刺。なんかあれみたい、牛丼屋さんのさ、なんとかトレーニングみたいな、配膳トレーニングあったよね。月山さん、バラありがとう。何回くらい見たことある。いや本当にさ、
そもそもなんか同じ現場にいないんですよ。なんか合わないんですよね、本当に本当に本当に合わなくて。アンギョドンもそう思うらしいですよ。なんか隔離を受けてるので、サンキュー。写真撮影係、確かにね、それはある、それはありますね。名刺大事にしすぎてどこにあるか分からん。いや、大事にしすぎて分からないわ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？名刺キャンペーンだよ。名刺キャンペーン、ちょっとショールームのキャンペーンみたいに言っちゃった。名刺キャンペーンですよ。そう、あのね、ショールームのイベントのお礼も今カキカキしておりますので、お待ちください。え、そう、あとそのホワイトデイキャンペーンのやつがさ、え、私のさ予想通りあれやったんだよ。あのブーストメダルシステムだったの。ブーストメダルシステムやって思って、ってなりました。どこに置いてあるかわからない。いや、おかしいよ。でも覚えてるよ、クリスマスカードね、ゲッチューしてくれたんだもんね。ありがとう。いらんやろ、素直だし。そう、今日から3月、そう、ブーストメダル出て、え、ブーストメダルやってなったんよ。悲しまりとは全然違うよ。見当たらない。なんで見当たらないの。じゃあいらないってこと、私の名刺は。そうだよね、私の名刺なんて価値ないもんね。ごめん、そんなこと思ってないよ。キャンペーンガチかな。どういうこと、どういうこと。こんばん、こんばんは。でもホワイトデイキャンペーンをどうしようかなって思っちゃうところはある。なんか期間が、あの、なんだっけ、バレンタインよりは短かったはず、1週間ちょいぐらい。どうしようかな、ちょっと見てみますね。ショールームの、あ、 X いいねしとるわ自分。え、そう、あのね、いつも決定戦システムあるじゃないですか。あれがなんか通常枠は白熊さんなのだけど、新人枠は白熊ちゃんなの。可愛くない、このさんとちゃんの違い。可愛いんですけどって思って。モテクイーンの時、いや、そうなんよ、やけみんな持ってたりしますか。何がもらえるかね、確かに見てみよう。ね、え、可愛い、見て、マカロンみたい。これホワイトデーの限定のギフトみたい。え、可愛すぎるんだけど。待って、可愛い、マカロンだ。うちのマカロンみたい。可愛いかも。来月は4月、痩せそうよ。愛が足りんのか。そうだよ、愛が足りないよ。納得した。じゃあ足りないってこと、私への愛は。そうだよね、いらないもんね。ホワイトデーはね、待ってね、20万ポイント達成で人気美白パックをプレゼント。おー、お肌トゥルトゥル系ね。で、50万ポイントで選べるテーマパークチケット。何それ、テーマパークチケットってどういうこと。ユニバの券とかディズニーの券みたいな、なんか言っていいのかな。富士急の券もあるんかね。そうだよ、新人枠。でも新人枠とか言ってられるのも今のうちなのかなとか思っちゃう。チューチューさん、コンピューターありがとう。ね、え、かわいい、このワンコのやつ。マジでかわいい。マカロンみたい。本当にマカロンみたいなんだけど。そう、白熊さん。白熊ちゃんですから、新人枠の方。え、かわいいよね。マシュマロクッションがもらえる。何それ。何マシュマロクッションって。待ってね。あ、んこれ。マカロン茶色っていうこと、マカロン、うちのマカロンは、たまに普通に乗せてるけど、あのアプリコットみたいな 色使い、すでに色白で美人だわ。ひらパー、え、ひらかたパーク行ったことない。期間は3月4日から14日まで。あ、でもそこに愛はあるんか、そこに愛はあるんかの CM のファン、うん、結構珍しきタイプだね。そこに愛はあるんか、はあ、予約しなくてもいい。本当予約ですか。それ引きこもりなだけなんですよね。今のそこに愛はあるんか、面白いよね、あの CM。
待って、どうやって見るんだっけ、どうやって見るんだ、ヤッホー、富士急やないでしょ、22時、確かにね、富士急行きたいね、こんばんこんばんは、今度地元に帰ったら富士急乗ろう、富士急乗ろう、行こう今日やたら卒業証書だって、今日3月1日の私も後で卒業式の去年1年前の投稿するんだ、ヤッホー、なんか友達と撮ったプリクラ、え、でもさ制服隠さんといけんのか、え、もう隠さなくてもいいんだけど、まあまあ隠すべきだよね、そうだよね、まあ、別にもう卒業してるし、別にそんなやらかしてないので全然、大公開スペシャルしちゃおうかなってぐらいはには本当に公開できるけど、一応隠した方がいいのかね、聞いてみよう、兄さんどういうこと、え、粗品さんだったパターンね、戦慄迷宮なんて絶対来ません、私はメリーゴーランドとコーヒーカップに永遠に乗るんですよ、あとスキーしたり、うんって感じ、あとはトーマスランドとか、10日ね、なんかでも、でもレッスンあるんかね、あ、でもあるか、僕対前だし、そうね、やっぱあるね、結構、え、ってかさ、みちさんの卒コン今月ってこと、え、やだ、てか明日スタジオ公演か、嫌です、普通にみちさん卒業しないでください、普通に考えて、うん、受かった、後に卒業した、いやお腹が鳴った、まあ別に全然特定されてもそんな1ミリもやらかしてないからいいんですけど、ゆうなが富士急行くときはいちごの家に泊まる、泊まらないでください元年、そうなの、こんばんは、こんばんは、わからん、アバター初めて、え、そう、このアバターもね、なんだっけ、何の用意としたか忘れちゃった、あ、このアバターもショールームのキャンペーンのやつ、押し始めキャンペーン1月にやってたキャンペーンのやつで、もうどうしてもアバター欲しくてそれでゲットしたんですよ、だからね、やっぱキャンペーンっていいよね、好きです、すごく夢があります、こんばんは、で本当に嬉しい、初めて名前入りのアバターをもらえて嬉しかった、制服、いや全然制服着てるよ、AK プリクラ撮ったっけ、それのしようかな、直訴しようかな、紫駅が自動返す、ええー、やっふん、アバターの写真会はもうしたの、え、してない、みんなしてる今、あんましてなかった気まずい気まずいですね、してなくて、やっほー、高校卒業去年、そうだよ、去年1年前、マジでちょうど1年前だ、やば、え、そう、そのブーストメダルがこのように6枚しか存在しないみたいなのが普通に汗なんですけど大丈夫ですかね、え、そう、初のアバター、なんかガチャガチャ、アバターガチャみたいなのでランダムで出るのあったけど、そのもうなんていうの、絶対にこう反映されるのは今回が初めてで、そう本当に欲しくて頑張ったんですよ、おかき、おかきあるよ、あれ、おかきあられでしょ1年前制服着てる、そうだよ着てるよ、やっほー、山下何があるの、ね、山とね、川とね、うん、山と川と畑、もう2年前、でもそんな変わらんないよな、石油王メダルだよ、そうだよ、これだってさ、これ持ってる人さいないよね、普通大頑張る、そうだよ、でもその分このなんていうのメダルが、あ、なんかそっか、あ、そういうことか、なんでもないね、謎のレアシステムだよね、うん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 、白鳥ビバハリケーン、石油王メダルやばい、確かにね、石油王メダルだよね、露天風呂、露天風呂ないですから普通に、どんどん焼きは長野、わかんない、聞いたことないけど長野じゃない、初見です、嘘ですね嘘です、あ、ごめん、先端恐怖症の人いたらごめん、ちょっとごめんなさい、去年まではそうだよ、去年までで高校生だったのか自分、やばいね、え、どうだ、でも7つ集めると 1.4 倍、やばいね、確かにね、リコチさんのルームの方とかね、マクさん結婚してありがとう、契約違反なのでごめんなさい、ブラザーだよ、でも別に普通に、私は別に学校がバレたところで何も、でも別に卒業してるし、なんかそんな、なんかなんなら卒アル公開しちゃうよぐらいのレベルの気持ちはある全然公開できるんだよね、普通にそんな何もやらかしてないので、わかんない、どんと焼きってさ
なんか地名によって名前違う系。朝7時寝ますその時間。お話し会お、ありがとう、待ってます。ドラゴンボールの映画を見たの公開。え、ひまわり、嬉しい。ひまわりが好きってこと。ユニット、風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている、両手伸ばしているんだ。そう、ひまわりめっちゃいいよね。好きな曲ですよ。あ、卒コン当たった。そっか、今日当落って言ってたもんね。飛行機予約するだけ。飛行機頑張って、待ってますよ。じゃあみちさんのこともみちさんのこともお別れを惜しみつつ、北沢のこともよろしくお願いします。何も後悔なんかあるわけないって、ちゃんと言ったらかっこいいんだけど、この胸をどんどん焼き、どんどん焼き、うん、分からん。全然卒アル公開できちゃうんですよあれじゃん、なんだっけ、わかるけど喋れ。学校がバレるよ、別にいいんですよ。別に私は普通に学校がバレたところで何もそんなやましいことはないし学校が割れても別にそんななんかいいんですけど、まあやっぱダメだよって多分マネージャーさんに言われる気がするのに乗せられない。学校特定するの好きだよね。あんま私はもうね陰キャだったので、普通に特定されてもうーんってなるだけ。だるまとか燃やすのがどんどん焼き、わかんない、あれはわかるよ、なんか書道のやつ焼くやつとかわかんない。 ST に詳しいね。いや、それそうやろ。そうだよ、みちさんのためにレイダン好きな人多い。レイダン好きな人多いの。なんか、なるほどね。ひまわり、良さが出て、嬉しい。そんなに褒めてくれて。でも、ひまわりの衣装がさ、なんか、ジーンズ、めっちゃタイト系のジーンズなのよ、私。だからなんか、気まずいよ、みたいな。でみんなは、なんか農家みたいな。私、麦わら帽子もかぶったって農家みたいな感じなんよ。みんなは夏休みの子供たちみたいな。ひまわり一緒に踊りたい。踊るの一緒に。ちょっとなんか大事そうなラインが来たから待って。こんばんは、こんばんは。目線に、いやいい、なんでこんばんは。そうなんだ。そんななんか分かりそうで分かんないけど雨宿りさんコンペありがとう。すごっ、いたの。あ、間違えた全然私も公開可能、そう、今日かなと話しとったん。1年前まで自分ら高校生やばっつって。雨宿りさん誰もありがとう。あ、間違えた間違えた。雨宿りさん誰もありがとう。こんばんこんばんはやっほー。11月23日そうなんだ。制服公開 OK。 いや、まあ OK だけど多分ダメ、普通にダメだ、ダメって言われる。間違いよくてもダメって言われるけ、隠してって言われるからね何やっとんねん。私は教室でパズドラをしてました。パズドラをしてトゥル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 みたいなのを鳴らしてました。こんばんは。ディスコーブ送らないよ。でも最近マネージャーさんになんかね、マネージャーさんになんか X の文章とか全部確認しないといけなくて、でこれを確認してくださいって送るじゃん。送ったらなんか OK みたいなスタンプが送られてくるんですよ。まあ基本的に OK なので。こんばんは。そうだけど、で私もなんかペコリみたいなやつとかありがとうございますみたいなスタンプでよく返してるんだけど、最近ちょっとなんかわーいみたいなスタンプとかやったーみたいなスタンプを返してる私は。
怒られるかな。でも怒られてないから大丈夫。ひまわり好きな人おらん？おるよそれは。制服着て配信絶対嫌なんですけど、そういうのやめてください。バーンされますか。その送らないよーが爽やかすぎた。送らないよー、やっほー。生徒にえぐ。松さんだるまありがとう。自信来てスマホ。やば、試験で思い出すのはさ、なんか私さ、コーヒー嫌いなんですよ。カフェラテとかも飲めないぐらい苦いの苦手で、なんかでもその日はなんか教科書代とかを出さないといけなくて、ちょっと小銭が必要だったんです。だから学校の自販機でなんか飲みたくもないカフェラテを買ったんですね。なんか冬であったかいのが良かったんですね。あったかくて、でもココアとかはこうプシューみたいなやつだったから蓋ができなくて、なんかそれはカフェラテだけ蓋ができるタイプだったからそれを買ったんですよ。飲まんかったけどあったかいねみたいな感じで持ってて、でその日めっちゃ期末テストみたいな感じで、そう期末テストだったんですけど、そのなんか試験中になんかめっちゃコーヒーの匂いがするんですよ。なんか臭いなみたいな、そんなことないかって思ってたら、なんか試験官の人が急に、試験官とか試験官の先生が、おいここなんかちょっと垂れてるぞみたいなこと言われて、えって思ってみたら、なんか私のリュックからなんかカフェラテがポタポタ床に垂れてってるんですよ。もう無理かもしれないってなって、そうなんかもうパニック。私はそれでなんかそのテスト終わった瞬間も拭いて、そうカフェラテのね蓋がちゃんと閉まってなくて爆発してたんですよ。もう本当にそういう人間なんですよ。ほんまに最悪でした。いちごさんほんまにありがとう。使うの、いちごさんありがとう。ギリギリライン、松さん誰もありがとう。ちょっと待って、うん、そうなんか教科書買うのに小銭がいたんだよね、いるんだよね。あんされないよ。窓側の席でも、窓側の席寒いよね冬。そんなに、そうもうほんまに悲しかった。あれはもうほんまにやばかった。めっちゃ臭いし、もう臭いしびちょびちょだし、なんかカバンの中身全部カフェラテまみれって感じ。悲しいです。そう水もね、まあ水はまだマシですよ。水はねこの前のでなんかめっちゃ寒い、風が死ぬほど冷たい風が吹いてるレッスンの日にね、水をね車じゃない釜の中で爆発させてしまって、そうめっちゃ寒いなって思ったら水が垂れてるからでした。本当に不憫なんですよ。救ってください。コーヒーはね苦手。新曲飲みさく、ちょっとありそう。こんばんは。いや新品の教科書はだから、その新品の教科書を買うお金を崩すためにやったので、まあそれはまだ買ってないよ。それは人生を積むから。そう爆発、破壊心なところもあるので。そうしかもその日ね、試験が終わってその教科書を買って、この紙袋でこうやって持って帰るんですよ。紙袋でね、でなんかその重みに耐えきれなかった紙袋がバーッと爆発して、なんかもう道で教科書を散乱させて、もう無理って思った。その日のかわいそう度合いがえぐかったね。めっちゃ寒いよね。カバン洗ったよ、さすがに。ちょっと待って、うん。本当に悲しかった。やっぱね、カバンに入れるときはちゃんと蓋を閉めるのが大事だし、よくやっちゃうんですよ。何たん、あ、そう、小日向さんお好きですよ。よくこぼす、この前もこぼしたんです。なんかゼリーをなんか粉に水を混ぜたらゼリーができるみたいな、なんかチーク菓子みたいなのリサ子と食べてて、これやばい、パクッつってここに散乱させて、なんかその日さ、私がよく着てるペンギンがニット帽をかぶってるスウェットだったんよ。そのニット帽のここにめっちゃゼリー溜まって、ほんまにキモかった。そうめっちゃ悲しかった、その日。やっほー、その日がね結構人生最悪の日と言っても過言ではないぐらいには悲しかった。ほんまに不憫ですよね。キムチやだ、臭いやん。ほらありがとう。本当に悲しかった、それだけは。
不憫でした。ご飯行こうって言ってた人がから LINE が来たから返しちゃった。いや本当に悲しかった。何分だ今。えもう1時間もやってる。えじゃあ15分に終わるわ。ここ、こんばんは。こんばんは。松さんハートありがとう。ポンコツ？ポンコツとかじゃない。なんかもうかわいそうって感じ。フォローありがとう。やっほ、はじめましてはじめまして、北沢です。やったー、そんなとこも好きだよ。そう、モンタさんハートありがとう。夜ね、えーでもまあまあワンチャンワンチャンします。任せて。キャップ閉めるとき教えて、すぐ駆けつける。いや本当に本当は今でもそばにいてほしいよ。今来たばかり。あちょっと待って、ちょっとなんかちょっと待って、こんばんはこんばんはこんばんは、ちょっと待って、ヒロさんハートありがとう。わかんない、うーん多分するけどね。何じゃいんか、かわいいとか言ってた。やばい、そんな人ちわる話。えなんかかけ、なんだっけ、君が正解のどこにでも駆けつけるよみたいな歌詞あるよ。あずみんさんがちょっとジュース買ってこいやって言われたらボトルだけ渡しそう。ジュミさん、どういうことどういうこと、ジュミジュミさん、ジュミさんそんなこと言わないから。こんばんは、入力早いよ。藤子猫にゃんさんハートありがとう。可愛くなった、やった。スノーリーニーさんボンボイありがとう。やっほー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ待って待って、普通に普通に待ってみたいな。オッケー、マックさんなんだっけ、歯車みたいなやつありがとう。寿司打ちしてないよ、こんばんこんばん。え寿司打ちでもなんか私タイピング得意だからやってた。なんか社会の授業とか、社会だっけ、なんか授業、情報なんかわかんない、なんかの授業ポコポコピコピコピーみたいなやってました。こんばんは。え本当に本当に早いんよ、これだけは。スマホのねやつも、スマホの入力も全部私ローマ字入力なんですよ。トウナカネさんハートありがとう。懐かしい。そうなんかあのフリック入力じゃなくて、うん、フリーチの主人公、それはいちご、黒崎いちごさんなんですね。ちょっと違いました。北沢は、えすごい、壇上の方がめっちゃ北沢のアバターで埋まってる。すごいすごい。こんばんは。えあれ寿司だ、寿司だ打つってだって読むの、あれ寿司打ちって信じてたんだけど、寿司だって読むの、あれなんか奥だみたいな。知り合い、いちごの魅力について語った、お広島の話から言ってくる。そうなの、なんだって、なんて言ってた、全然だったなって言ってた。ローマ字入力へ、こんばんは。スマホでローマ字入力珍しい。珍しい、まあでも確かにあんまり見ないけど、私はローマ字入力。髪切った、切ってないよ。でも今日はね髪の毛をメイクさんにあのこう後ろの方で止めてもらってるからね、なんかちょっとね量の感じとか違うよね。こんばんは、こんばんは。しだって読むない、寿司打ちかと思ってたんだけど、ちょっと唇カッサカサなんだけど、びっくりしたわ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。え待って、私さずっとスマホ充電してると思ってたのか、普通にしてなくて気まずいんだけど、戦争になる。ルキーヌさんハートありがとう。そうだよ、リキンさんハート、東京三大さんコンペートありがとう。そうだよ、これはねメイクさんの技術ですよ、これは私の技術ではないです。そう後ろで止めてもらってるの。
山梨以外は、いや山梨ってか私もう周りがおかしいんかね。あ、楽しかったって言ってたよ。また楽しみ。お、連行する、連行するの、連行して。じゃあ戦った、楽しんだかった、いただけて。ちょっとなんか日本語喋れん。そう、メイクさんにいつもだからね、こうその髪がいい感じの時はメイクさんの仕業ですよ。アラジン、今日アラジンなの。何パーセント、100%、いちご 100% ってこと。僕が絶対に駆けつけてあげる、だから心配しなくたっていいんだよ。海なし県です。中原にお友達連れてこ、え、お友達連れてきて、みんな、みんな友達連れてきて。これは私の友達のハンギョドンね。ハンギョドン、ハンギョドンもお話し会来てくれる。やだって言われた。あ、落ち着いてほしいですね。今日晴れだよ。充電何パーなの。え、わかんない。うーん、でもね、これしか見えないけど、こんぐらい。うん、予想は30とか。見られちゃうよ。しません、もう。したもん。埼玉海なし、そうで、だからゆいなとりえちと海なし県同盟を組んでるんだよ、3人で。なんか今日いつもと顔違うね。メイクして OK かな。山梨の美味しい寿司、そう、山梨寿司はいっぱいあるから。ハンギョドンはね、ハンギョドン食べれるの、魚食べてみよう。うーん、美味しくないかも。え、確かにね、当日券システムもあるから嬉しいよね。アンコールないよ。今日はね、いつもよりアイラインがちょっと長かったりするかもねって感じ。でもメイクは自分でするから、なんていうの、なんかもう自分で頑張るしかないって感じ。半分ちょっと食べてみる。もう一回食べていい。メイク怖い。でもなんかあんまり美味しくないかも。ジャガーさん、コンペートありがとう。目が綺麗、本当。これが私の目です。反対の目もこっちです。今日お仕事やったっけ、ね、ちゃんとしっかりメイクって感じですよ。違いが分かる男。そうなんですが、最初から気づいてたんですか。嘘ですよね。あとアイシャドウも違うけど、なんか分かんない。うーん、なんかいつもと何かが違うよ。でも目が怖い。そうだよ、これ食べとけばハンギョドンのこと書いて。ははは、あ、やばい、13、14分だ。じゃあランキング読むね。ランキング読みます。え、すごい、めっちゃイチゴアバターだ。よし、15位から読みます。15位がエキピスさん、14位チューチューさん、13位イチゴさん、12位ミキミキさん、11位のちゃまこさん、10位東京三大さん、9位あ、まゆか、うん、雨宿り、雨宿り、雨宿りさん、8位がルースさん、7位がリキヌさん、6位がマクさん、5位がユイチさん、4位がショウさん、3位がキヨシさん、2位がゼロタピさん、1位がクマさん。ありがとうございます。めっちゃさ、北沢いちごアバターを持ってくれてるのと、みんなちょっとなんかいちごの絵文字使っちゃったりとかして、名前になんか匂わせちゃってる感じもしていいと思いますよ。ありがとうございました。今日かわいい、本当。今日はやっぱメイクをしっかりとしてるから、いつも最近すっぴんが多かったっけ。スクショしといてください。うん、またね、ありがとう。今日の夜ワンチャンまたするかもって感じですね。 X も卒業式の写真を後でポストするのでお待ちくださいということで、ありがとう。珍しい時間でしたが、またいつもと違う時間もね、良きなので、また配信します。ありがとう、バイバイ。みんなも今日金曜日だからね、明日土曜日なので、まあお休みかどうかわからんけど、楽しい人生を歩みましょう。ほら、ありがとう、またね、ありがとう、ありがとう。またね、バイバイ。
あれあれ